はい、超生きたろです。あの、天皇杯でね、サッカーの話です。なんか浦和レッズとね、名古屋グランパスのね、揉めてっていう。なんかよくよく見ると、なんかどっちもどっちで、あれなんで、別に、あの、ああ、元気がいいなっていう風だけど、やっぱり昨今のことを考えますと良くないですね。良くない。あの、 もともとこの浦和の人たちはそんな暴れまくるつもりじゃなくてその不がないそのチームに自分たちのチームの関係者にどうなんだと。だわかるんですよ私全然サッカーはあのー、詳しくないんだけどどうもサッカーってその監督だったりそっちのやり方が個々のそのプレーのことよりも例えば野球だったらバッターボックスで打っては打たないっていうことのその人の あれっていうのが、あの、調子とかもあるんだけど、サッカーっていうのは、そもそも監督がこういう風で、チームがこうでってやらないと、出れる人、出れない人、采配とかっていうか、すごくこのね、頭脳的なことなんで、これ違ってたんじゃないか、3点差はないんだろうって、そういうことだと思うんですよね。で、詰め寄ってたら、そこに、勝った側の、その、グランパスの人たちが帰れ,帰れ、帰れって言ったところにぶち切れて、<laughs> で、その、横断幕を外すとかっていうことになったっていうことみたいですね。 最初一瞬このツイッターとかいろんなもので流れて、ええー、らいことだなと思って、やれやれともうこれで収まったらなんか関係者が処分されるっていう、いうことで終わるかなと思ったけど私はこれを終わらせてはいけないということですね。なぜかというと、これ本当にあの、サッカーって日本の文化じゃないですね。欧米からの文化ですね。で、もうこの、 クラブチームができてどうのこうのっていう風になってもう数十年経ってまあ根付いてきて地域密着型という形になっておりますねこれがもう100年単位で続いているような欧米のことを見ると本当にサッカーが人生そのものっていう方たちが多いですよもうねもう親から子,子から孫へもう何代っていうことでそのチームと共になんですよ で、それが日本もなりつつ、今はだって私たち世代からサッカーっていう、私はその時 J リーグの全部名前覚えてましたけど、いろいろ。ね。そのもう今全然わかんないです。ね。そういうところからのファンの人は当然子、ここからもう孫っていう形になっていて、思い入れが強い。もう自分とそのサクラブチームの共にっていうからもう熱い気持ちがあるわけですよ。っていうことは、なんか簡単に、なんか私たちが野球なんかだと、 えー、中日、ドラゴンズファンだけど、なんか、選手が、この変わったから、ジャイアンツに行ったから、じゃあ巨人ファンになろうとか、阪神ファン。そういうわけには簡単にいかないですよね。はい。だから、めちゃくちゃ熱い。で、なぜかっていうと、それを放っておくと、これは、地域の問題じゃなくて、社会現象になる。サッカーにおける、その、フーリガンだとか、その、 戦いみたいなこと、暴動とかになるのは、もう国家を揺るがすようなことになっていって、あの、ほっとけないような事,事態、もう街の治安っていうか、その国の根幹を揺るがすようなことになっちゃうっていうことなので、それぐらいやっぱり、その、立ち、成り立ちと形、関係性が、ものすごく地域とか、あの、個人に、え根、ー、強く、あの、浸透させるだから。っていうのは、 サッカーに関しては世界のあのスポーツですよね。やはり野球って言ったら世界とは言いにくいですもんね。はい。バスケットボールって世界とは言いにくいところがありますよね。そのスポーツのルールによって。やっぱりサッカーは本当にボール一つからあの始めれるっていうことで。じゃあ野球だってバスケだってっていうけど、試合形式にはなっていかないですよね。ボール一つからでは。はい。っていうようなことがあるんで、あのやっぱり ね、貧困な国からでもそのスターが出るという、いうような、あの、スポーツなんで。結局、そこに今回のことを、こう、掘っておって、まあ、やれやれにはならない。やっぱり、ちゃんとそういったこと、ルール作りと、お金を取って、会場を、で、えー、これを観戦させるっていうことに関して言うと、警備というようなことも強化しなきゃいけないし、それに対する、 あの、費用も重なる、か、あの、かさむっていうことも考えなきゃいけない。で、これが、あのー、なぜそれを強化しなきゃいけないっていうふうになったら、じゃあ、ご近所に住む方たちっていうのは、もう本当か全然関係ない、サッカー関係ない人が、でも、試合があるたびにビクビクしたら、あ、その日は早く帰ろうとか、閉じ場にしなきゃなこれはちょっと違いますよね。全く違いますよね。 そういうことがならないようにっていうこと。だって、そんなところで、頻繁に暴動みたいなのが起これば、地価も下がるし、住む人もいなくなるし、自分の資産のが目減りするってことですよ、そう。だって私そこのところに住もうかなとか、そこで飲食しようかなって思わないですよね、だって。その時に。わざわざ試合がない日って、それもなんかおかしな話ですよね。 だから、そういうようなことも考えると、これは大きな問題で、今この時点で何か対策なり、きちんとした、あの、方針を打ち出しとかないと、もっと大きなことになりますよっていう。もうそういう警告ですよね。で、なぜこういうことを言ってるかっていうと、あの、今本当に、あの、コロナ禍が明けてっていうか、明けてないんですよ、実は。 まだ開けてないですよ。ただ、方式と報告の仕方が変わっただけで、何もこともなかったようにやってるけど、全然変わってないですね。収束したわけでもないし、問題が解決したわけでもないんです。ね。それと、えー、戦争も終わってません。で、えー、原油、燃料の高騰も続いております。で、えー、世界の情勢を見ると、例えば、韓国でも、その、テロ的な通り魔的なことが、これって頻繁しているんですね。 先月もあったと。でも日本も同じようなことが繰り返されるようなこと。最近もう、麻痺しちゃって、ちょっとぐらいの殺人事件では、みんな報道も飛びつかないと。<laughs> もうなんか、ちょっと人、ひ、ひ、ひ癖ないと、もう、話題になり、ならないような。それぐらいになって麻痺しちゃってるの。恐ろしいことになっちゃってる。ね。 私ももう、あ、今までだったら取り上げたわ。これあんまり伸びないのっていうえ。え、でもよくよく見ると大変だっていうことがありますから、ちょっと考えてい,いかなきゃいけないですね。で、これ、サッカーが関係、俺たちサッカー関係ないよって言うかもしれませんけど、サッカーを単に発し、これが本当に競技場内だけならまだいいですよ。これが、ここに乗じて、そういう騒ぎだとか扇動をっていうようなことを、 目的とするならば、そこに入り込んで、こういうような形、その騒乱を起こす、暴れる大義名分、っていうことが、考えた時に、ちょっと危険だと思います。お祭りの中でもそうなんですね。祭りが単純に好ききっていう人もいれば、祭りを、を利用して、その混乱を生じさせる。今回の、この夏祭りや、なんだかんだ、いろんな祭りの中で、いろんなトラブルがあって、いろんな映像画像が、 花火大会しかり何しかりっていうのがあっても異様に多すぎる。でもこれって、たまたま偶然なったのか、それともそれを目的にやってる人たちがいるとなると、ちょっと厄介だなと。なんかここのところのサッカーでっていうことだと、まあこの処分が曖昧で甘いということであると、あ、こんな甘いのね。なんか書類でなんか始末すだけ書いて、これでっていうのな。だって、だってですよ。よくよく考えてください。あそこに警備員を引き倒してどうこうって一般の、 行動でやった場合は結構な事件になりますよ、これ。じゃあ、スポーツ観戦だからいいっていう理由はないんですよ。なぜ私がこれを言ってるかって言うと、刑務所の中で、よくあるのは喧嘩した、えー、刑務官に手を出した出さないって、それって懲罰で終わるんですよ。私はおかしいなってずっと思ってました私はそういうことやらない派なんで、一切そういう暴力を振りたくないんで、うん。あのー、そういうことをしても解決にならないと思うんですよ。てか、再現がないんですよ。 一回そこで戦ってどうこうやっても、次から次へと来て、そこの中が、刑務所の中が一生それならそこで派遣を争いやいいんですよ。だって出るんですもん。だったらそんなこと無駄なことでやる必要もない。なぜ、シャバでいたら、ね、殴ったら、懲役とか、もう、あの、類犯だったり、えー、再犯者だったら、一年二年とかって実刑行くのに。 で、喧嘩して殴って、そこそこ喧嘩して、あの怪我させても、懲罰で三十日ぐらい座っとってよしって、おかしいなんてずっと思ってたんですよ。だったら、強いもん勝ちじゃんって話になっちゃうんですよ。ところが、昨今、やっぱり事件装置でバンバンこうやって、あの、つい、つい、あの、刑が重くなる。三年で刑、あの、四年で出てくるっていうことが、私はそれで正しいと思ってるんですよ。実は。当たり前ですよね。はい。 だから、それが、スポーツ競技場の中で、そういうことをやって、なんか始末のだけで許されるっておかしいんですよ。はい。カメラでちゃんと撮ってあるわけだから、一人一人時間をかけてでも全部やって、このことはこうって。初犯であれば、それはそうでしょうね。ね。それが再犯者では、通常の大変だろうがなんだろうが、これはやるべきだと思いますよ。おかしいですもん。だから私は言ってるのは、あの、最近少なくなりましたけど、野球場内で、えー あの、選手と選手が殴り合う。あ、これももう刑事事件ですよ。公衆の面前で暴行なんで。はい。だって、例えばですよ。あの、ボクシングでもプロレスでも、リングの上でなら別だけど、リング外でやったらそれは障害事件として立件しなきゃいけないですよ。違いますか一番私がまともに言ってますよね。それがやらせであるんならもうやらせです。これはち、っていう,いうふうにしないといけないですよ。 だってそれがいいのか格闘技という前提で置いたら何を、スパーリングっていうことを言ったら何してもいいなんていうのは大間違いなんですよ。ね私はね、どこの誰とは言わないだけど、YouTube 上でもいろんなことをやってるけど、そこはおかしい。なぜこれがほっといて、素人が殴り合って、それでワイワイ行って、怪我してないからいいようなものを、怪我したらこれが罪になるわけでしょこの境界線ってどこなんですかってなんで誰も言わないのかっていう風うに常に思っておりますね。 はい。これは何かあってからでは遅いんだ。だから、こういうようなスポーツにおけるルールが明確にあるのは、ルールに従ってやらなきゃいけない。当たり前のことが当たり前に、大の大人たちがまともだと言われてる人たちがやれてないのは狂ってると思います。以上です。